どうも、エルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。どうもってちょっと高めになってしまったけど、決して普通。さて、あれ、いや、ないでしょ。しまってるけど絶対ないよね。戻るのか。これさあ、クロスボウも4倍スコープつくのか。おお、安定性、安定性かな、使うならね。まあ、30だと使い物ならんかな。これね、サプレッサーついてたらほんといいんだけどね。入ってません。さあ、食事していきますか。戻らないといけないんで。まだいるといいけど。どうやって？いや、超えるもんね。ここ普通でいいの？いやー、なんか嫌な感じがする。嘘でしょ。ねえ、まだいるの？うわー、いるの？矢を使ってる。入ってくるな。私、あ、しかもあれだ、銃使ってる。いやー、いい警戒心。あの子は、あー、やっぱ出血死。いや、それどころじゃないな。状況が悪い。腕動かすよ。おいで。どこに連れてくの？いいから。どうする気？死なずに済むかも。きっと全部持ってきて。おい、エリだから弓を下ろせ。弓だ、アリス、殺せないで。アリス、弓を下ろして。なんだよこいつ。アリス、やっぱメールがいるのか。レブを下ろして、お願い。その子たちは命の恩人、手当てしてくれない？平気よ。この子はヤーラ。どうしたの？ハンマーで。私じゃない。寝かせて。
いや、てかなんでメル来てんだ。やら。ダメ。消毒してはめ直す。骨が砕けてる。コンパートメント症候群。それどういうこと？切断しなきゃダメってこと。ヤーラは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。何でもいいから痛みを止めて。お願い。何がいるの？理想を言えばノコギリ、縫合紙、監視に抗生物質。でもそんなものここにはない。ナイフはある。火もな。切って焼けばいい。それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて。病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたが良くてもこの子が持たないの。2時間で病院に行けるとしたらウルフの病院でしょ。西にあるやつ。2時間。橋を作ったんだ、高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。2時間なら間に合う？ええ、多分ね。リストちょうだい。待てよ、お前正気か？スカーが使ってる橋だぞ。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。行こう。お導きをお守りください。アビー、アビー。おい。何？お前、それ俺の鍵。ごめん。な、ちゃんと話そう。何を？なんでこんなこと。さっきいきなり来たんだよ。ああ、そう。ゆうべのことは気づかれてない。別に、そんなことどうでもいい。よくないだろ。開けて。後悔するなよ。さあ近道。これさ、ちょっと待った。あのさ、これ病院に行くって言ったよね。救急物資を届けてた多分ノラだっけ。いるところ行くんだったら、これエリーがノラたちを倒した後になるんじゃない？そう。2日目でしょ。メルがいてラッキーだったよ。シアトル1の外科医だからね。メル。メル。男の人の名前は？オーウェン。メル。オーウェン。アビー。犬の名前はアリス。自分犬嫌い。そりゃね、追っかけ回されたらだろうからね。どうやって高い建物に行くの？橋はそこだよ。すぐそこの道を進めばダウンタウン。流れが急なところから出発。そこまで行ったら案内するよ。橋使えば急流を越えられんの？うん。全部？そうだよ。しかも、やべえな。嘘じゃないよ。必ずしも先進的な技術が勝つとは限らないからね。知恵だろうね。ウルフ、あったよ。え？あの建物に行かなきゃ。ああ、あれね。ああ、見えないんだ、霧とかで。必要なものが知恵してるわ。知らなかったらどうなるの？まあ、応援が持ってるもので手術するしかなくなるね。だけど
それだとまずい。知らないよ。医療品が手に入ればきっとうまくいくはず。死なせたくはないよね。ここまで助けてくれてるからね。うちの犬もカードで遊べるんだ。自分これでも13歳だよ。身長は8歳児並み。冗談のセンスないって言われるでしょ。まあね、見抜いてるね。コメント症候群って筋肉が圧迫されすぎて血が組織を行き来できなくなる。組織？体の内側にある皮膚みたいなものだろ。面白い。周りに血が多くてメルマ、まあね、それぐらいしとかないと対処できないからね。軍人として最低限の知識か。待ってて。おお、すげえ、うん、いいね、ありがとう。さすが、うん、素直だね。まあね、生まれたり出身が違うだけで、信じるものが違うだけだからね。それも価値観が変わればこういう風になるだろうな、関係性はね。よし、行こう。こっち。このビルのてっぺんまで登ろう。スカイブリッジに来たことあるんでしょ。ある。ここスカーたくさんいるの。セラファイト。わかんない。あっても平気でいられる。昨日は平気だった。あいつらはあんたを追いかけてたし、他のやつらも同じ。しかもなんかボスっぽい人ね、グループのボスを倒したような感じだからめちゃくちゃ怒り狂ってそうな気はするけど。お、ウルフだろうとセラファイトだろうと誰でもいいから、とにかくここに来た人は頼む。俺を助けてくれ。助けてくれるな。顔だって切るし。いや、顔切ったらな。八つ咲きにされるだけられてるからね。まあね、応援、まあね、単純に浮気してるからね。最低よ。気をつけて。まあね、いくら、あ、そこ行けるね。メルとうまくいってないってこと？いや、どうだろう。でも多分アビーが来たことによって問い詰められる。なんでいるのって言われるだろうね。女性の方が簡易からね、隠せないと思う。大体男が騙せたなっていう時は騙せてない時やからね。しみじみということではないけど。多分あっちだろうけど越えられないか。はい、よし。怖っ。いや、怖えよ。もう失敗したらあのままね、終わりだからね。平気だよ。本当に？本当だってば。
行ってくるね。あぶねぶねぶね、お道地獄やな。高いビルが近づいてきた。あれか。こっちか。ガン。特にはないね。迂回しないとダメそうだね。やっぱプレステ3あるな。つか。当てはあったの？とにかく遠くに行こうって。追われてる本当の理由話してくれないの？もうした。頭剃ったからって子供を殺すわけ？禁じられてるし、規則破ったんだ。マジ？なんで剃ったの？わかんない。パンク精神？パンクって？規則破るの。まあわからんわね。まあそうかもね。みんな同じ同じで退屈してって感じ？多分この辺りパスワードがありそうだね。爆薬が欲しい。なんかのプラモデルかな。いや、バットの方がいいな。改造してこれで物資が拾えるようになる。こんなもんかな。こっちはなんかシェアハウスなのか？わかんないけど。布。サプレッサー意外とね、作り直せれないんだよね。結局パスワードはなかったね。ないよね。別部屋かな。おお、下はいけねえ。危な。上行って。降りる感じがするな。ここで生活してたのか。これ、降りたらあれか、下の階か。見当たんないね、パスワードね。んじゃ先進んで。フリッカーもいるよ。ガラス越しだからね。
これバリンしたら何の意味もなくなるからな。あー破るしかねえの。いやだっていけないもんね。はい来るよ。はい急所。いや やべえ、うわーやべえ。やばいガスガスガス、ゆっくり。たまたまなんで弾が、これやばいね。やべえ、フリッカーと、ショットガン溜まったけど撃てなかったね。またバグかよ、やめてくれ。コントローラーのバグだけはマジでやめて、もう。やった、倒した。よし。いや平気なわけねえだろう。はあ。犯人のセラファイトを殺したの。なんで？なんとなく覚えてない。覚えてないぐらい倒したっていうのもやばいけどね。っていうかアップで来てもいいと思うんだよね。その弾が撃てなくなるバグはね。コントローラーを外したら解除されるからね。不思議でたまらないんだけど。どこ？いや、上だから違うのか、こっちじゃないのか。マジで爆薬使うな。あ、これはさっきの道ね。どこだ？あれか。倒さず抜けるのもありだったかもね。ほい。誰だ。ひどい。それだ、一般人。知らない。そいつもウルフなんじゃないの。そうだけど大勢いるし、スカーもそうでしょ。スカーって呼び方やめてよ。
わかった。そう、名前教えてもらってないからね。さあちょっと改造しよう。安定性、安定性、これ安定性、あー入れちゃいるかよりかはやっぱこっちかな、先に安定性上げるならね。ちょっとショットガンも気になったけど、武器性能がそれなりに高いからね、そこまで求めなくてもいいかなって感じかな。おお、それか。それ固めるのは強いね。こんなもんかな。あ、結構パーツ落ちてたね。これいけないでしょ。あった、テープ。お、意外とパーツある。まあでも強化はできないから行こっか。ほいっと、で右飛んで、ここで何もないかな。うん、ここから隣の建物に行けるはず。じゃあちょっと物資集め行こう。超えれないのか。これ通って回収、回収。うん、ちょっと、苦手だって分かってるよね。回り道すればそんなに嫌なら。高いところ嫌いだからね。どっちみちジャンプするんだけど、嘘でしょ。ん？何が嘘？あ、いや、下がないからってことか。気持ちわかる。気持ちわかる。こっち。まだ。高所は克服できてないんだね。着いたよ。着いた？マジか。ついてきて。どんだけ上まで行くの？かなり上？そう。いや、かなり上って言っても、すっごいね、ここ上がってきてるんだもんね。かっこつけ。ごめん、見てなかった。だろうね。かっこいいとこ見れてなかった。読む。伝達せよ、長老たちがウルフとの休戦に賛同した。彼らが我らの島に干渉することはなくなり、領土外でセラファイトと相見えても攻撃を仕掛けてくることはなくなるだろう。あー、
一応休戦協定結んでたけどバカがって言ってたから、あーそれで一回ダメになったんだ。こっち。見落としてたなんてね。ウルフは上見ないし。どういう意味？どんなにウルフが強くたって仲間が必ず抜け道を見つけるんだ。殺されそうになったってのにまだ仲間って言うわけ？殺されそうになっても仲間ってはなかなか言いづらいよね。起きて破り！うわー、マジか。リリーってどういうこと？裏切り者ってこと？なぜ戻ってきたリリー？リリーって名前なのね。なぜ戻ってきた？戻ってきたと言われてもお姉さんを助けるためだからね。するかも。いや問答無用でってきたな。甘いって後どこだ？いた。結構奥行ったね。大丈夫？近接系強化は大事だね。見せてみて。平気だってば。お直してる。えらい。自分がなんて呼ばれてたか聞いてたでしょ。うん。リリー、女の子なの？君。あんたは聞いてほしいわけ？うん、そっか。爆薬ないからさほど作れないよね。ハサミとかあるならさっきの武器ともう入れ替えてしまって近接強化しようか。そっちの方が多分強い。で、ハサミとかテープ取ってしまって、先進もう。体力は大丈夫、問題ないね。
よし、じゃあちょっとキリがいいんで今回ここまでにしましょう。動画を見てる方はここまで、メンバーさんはこのままノーカット版やっていきたいと思います。ということで、遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。遅くまであれやねいや癖が抜けんね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。